立山翔平チャンネル。生配信終わりで。はい。一週間終わったばっかですね。はい。はい、ヤクルトの一週間をちょっと。振り返っていただきたいと思います。はい。はい。まずはあのー。<laughs> 名古屋ドーム、バンテリンドームですね、えー、バンテリンドームで、その引き合いはあの東海テレビさんの方で、えー、山本昌さんとのダブル解説で解説をさせていただいたんですけども、あの練習から、えー、いろいろ見させていただいて、まあ、本当にまず、えー、選手の状態が非常に良かったですよね、バッティング練習とかもそうですけど、一、ま、か、あ、所でずっとバッティングをしていたんですけども、えー、もう本当にいろんな選手が状態いいなっていうふうに思うような。 はいバッティングをしてました。特にえ控えの選手がもう早く出たくて仕方がないようなバッティングをしてるんですよね。いい状態の選手がたくさん控えている。もちろん練習を、えー、見ることもなかなかないんですけども、えー、練習を見,見,見ることができたことによって、えー その選手層の今の厚さというものをしっかり見ることができたんですよね。で、その今週の初戦こそロースコアだったんですけど、2戦目以降はやっぱ乱打戦、まあ、打撃陣がかなり、えー、投手戦のところから引き離すための攻撃を仕掛けてくれたりとか、ピッチャーが楽にいけるような、まあ、3戦目は10対0、2戦目は3対3の場面から、試合中盤から後半にかけての引き離す打撃。 え4戦目、えー、巨人、えー、菅野投手を引きずり下ろす打線、まあ昨日5戦目はまあ打ち込まれてしまいましたけど、えー、少し反撃はできなかったんですけれども、今日の試合に関しても、えー、乱打戦というか、流れ、絶対投手が失点したものをそのままにしておかないぞという流れの中での打線というものが素晴らしかったですよね。もう特に今日先ほども ライブ配信させていただいたので、すごい流れのところは分かるんですけど、初回に点を3点取られた裏をすぐ1点返す、3回に点を取られてしまった4点差に引き離されたところをすぐ裏で逆転まで持っていくというところ、その後攻撃をされても同点までで収めるとか、1点リードのところまでで収めてさらに反撃態勢を敷いてというところで、シーソーゲームではあるんですけど、 常に4点差引き離されてもまだまだいけるぞというような、えー、スワローズの攻撃陣そしてその役割のところにしっかりと、えー、打順が回ってくるという今の流れですよねそれを踏まえた上でのオーダーの組み方であったりやっぱり日本一のチームは違うなというような1週間だと思います。 まずは、えー、打線は水ものではあるんですよ、正直に言えば。えー、7割失敗もしていい,い,い、えー、スポーツですので、もちろん3割打てればすごい打者で、その中で7割は失敗しても OK なんですけど、その内容がいいんですよね。内容が非常に、今日の試合でいくと、山崎選手がランナーを置いた場面でもう本当に進塁打を。 常にに打ちに行くなので、ボンダは重ねているんですけど、新、えー、類だとして、えー、ランナーを進めながら自分がアウトになっていく打撃をするだとか、えー、内容が非常にいい、まあ、1人に限らず、いろんな人が束になってかかっているので、ンダのなり方がいいということは、えー、まだまだ水物ではなくて、しっかりとしたあの実力と。 実績と経験とが兼ね備わっている打線として、まだまだ続くぞ、歯車が本当に噛み合わなくなる時が来るかもしれないんですけど、ここから当分の間は、どんなにピッチャーが点を取られても、どんな流れになったとしても、それを跳ね返すだけの流れ、その中にいる一番層が厚くなってきた一つとして、青木選手がいい状態で戻ってきたというところ。 まあそこも一つだと思うんですよね、はいえーまあ、確かに風も強かったというところもあるのと、あとはバンテインドームからの移動ナイター、さらにナイターデイ、デイからのデイっていうような、ちょっと過酷な日程でもあったと思うんですね。 えー、本当に交流戦優勝したというところ、いい流れできたところと、それからブレイクを挟んで、その流れのままに今日十11球団、えー、勝ち越しというところもやってのけたんですけど、投手陣に関しては、本当に今、一番疲労がたまってくるところだと思います。オールスターブレイク前のラストスパートだと思うんですけど、ここをいかに 乗り切るかだと思うんですけども、もここは総力戦になってくると思いますね。まず1つ目の総力戦え、いい流れの中で、勝ってるうちに立て直していく、ちょっと気になる投手も何名かは出てきてしまってるんですけど、今までの中継ぎ防御率1.98というところが、えー、異常なくらいだったので、神宮球場で、今日もそうですけど、昨日もそうですけども、も風がフォローで、かなり強い風が吹いている中で戦っていくので、多少の。 ホームランは仕方ないのかなというところなんですけども、今のうちに何か立て直していきたいというところ、き今日は中村捕手がえまあなんとかリードを守りきったところはあるんですけど、内山選手は昨日本当にいい経験をしたと思いますし、これを生かすためにも、もちろん投手が、 保守がリードしたところに請求しきれなかった投手の責任でもあるんですけど、このいい流れの中でそんなこともあったよねっていう,ようなふうに振り返ったときにあ、確かに確かあのこの時期はたくさんヒットを打たれてたかもしれないとかっていうような、えー、過去のことにできるように、ここからですよね、ここからいろんな対戦結果、えー、成績というものをプラスに転じられるように。えー 勝ってる中で反省できるということはすごいことですからね、いいことですので、はい、技術はしっかりしてましたね、最初のイニングこそちょっと慌てていたというか、本来の小沢投手が持っている、えー、良さがあまり出てなかったんですよ。ただ、2イニング目、3イニング目のところですね、えー、しっかりとストレートも強い。 それでフォークボールも横投げなんですけども、縦に落とすことができたり、シンカー系に落とすことができたりしている。何より横投げなんですけど、110キロ前後のカーブのブレーキがすごい。はい。そのブレーキをしっかり効かせることによって、一個こう目線が変わるようなボールを持ってるんですね。その目線が変わるボールを持ってるので、その高さまでのストレートを あの頭の中に入れておかないといけないので、そうなると低めのストレートに潜る場面があった、えー、相手の打者なんですけどあの、本当に久しぶりに4イニング投げたんじゃないですかね。あの最後に、えー、中田選手と丸選手に本塁打は打たれてしまったんですけども、まあ、4イニング目ですし、えー、今日の中の流れの中で、えー、ビハインドの場面から一時、 逆転して追い越した4点ビハインドの場面も絶対絶命のところからノーアウト満塁をえまずサードライナー、スクイーズ失敗からの三振ですよね、これで流れを止めて攻撃に転じることができたのは間違いなく今日は背番号014ですけど、小沢投手、はい、小沢投手の活躍でしたね。 今日の2イニング目、3イニング目を見る限り、えー、これから1イニングだけを任せていくとどうなるんだろうというところはちょっと期待してしまうところはあるんですよ。ただ、坂本投手が2軍に落ちてしまった、い昨日木澤投手が、えー、イニングまたぎをして失点をしていて、今日ベンチを外れているというところを踏まえると、今は、えー、中ロング。 ビハインドの場面でセットアップまでつなぐ役割のところを担うと思うんですよ。まあ、それをそこでいろんな、えー、投手の特徴を覚えあ、ごめんなさい、打者のです、ね、野手の特徴を覚えたり、えー、試合の流れのことを覚えたり、もちろんセ・リーグですので、今日初めて打席に立ったと思うんですけども、今度は打席に立つんであれば、もっともっとこうサインプレーの一つ一つを覚えていかなくてはいけないと思うんですよね。 例えばバントの場面では、この場面ではどちら側に転がすのか、えー、野手の守備能力であったり、投手のえチャージのスピードであったりとかっていうことも、一、え、つ、ー、サインプレーは確実に二軍の方でも勉強して、えー、統一はされてると思うんですけど、その一つ一つの奥深いところまでちゃんと読み取っていくのは、一軍で打席に立って、 こういうことが必要だよねとかっていう風になってくるので、これからだと思うんですよね。なので、今の場面で使う起用方法でいくと、中ロングのところから、えー、ビハインドのセットアップまでを今狙っていきながら、ただ本当にボールは強いですし、2軍で8セーブ、防御率も1.3、24試合ですかね、投げて1.3というところで、クローザーセットアップ適正というところも、 しっかり勉強した上で一軍に来てますので、もう本当に不足の事態があればセットアップのところまでは、えー、可能性はあるのかなというところですね。特集球が今日二つありましたね、えー。フォークボールとカーブですね。はい。横投げの投手なので。えー 低めの高さ、高さを揃えることが一番求められるんですよね。インサイドを狙ったものがアウトサイドに引っ張ってしまうのは全然問題のないことなんですけど、その高さは本当に揃ってました。ちょっと1球引っかかったスライダーがあったこと、えー、右バッターのインサイドに投げきれずにアウトコースに引っ張ってしまったところというのが2球ちょっと目立ったんですけど、それ以外のボールはほとんどが自分の腕の軌道のなりに。 少し甘くなったとか、少しかからずに外れてしまったという、そのエラーの出し方が、その投球なりなんですよね。なので、大きくメカニックが狂っているわけではなくて、非常にいい外れ方をしていたので、えー、予測もつきやすいですし、キャッチャーもリードしやすいと思うんですその中に、この投球のこの自分の投げる、この腕の振りのラインから、 イレギュラーなボールというのがカ,カーブとフォークですね。あのカーブとフォークは、小沢投手のフォームをイメージしていると、イメージ外のところが出てくるようなボールになってくるので、今後、すごくそれは武器になってくるんじゃないかなと思いますね。 とにかく時期が暑くなってきましたので、えーまあ、移動も含めて体力消耗することも多いんですけども、もうとにかく選手の体調を万全に整えて試合をしていくというところが優先になってきますね、もちろん、えー、スワローズの投手陣を持ってしても、これだけ失点をしてしまった、この3試合で35点ですかね。まあ、一平均にししてて点以上取られてしまう 陣、えー、のはずはずないんです、まあ、ここは本当に何か相手の攻撃の作戦があったのかあの巨人、まあ、ゲーム差は離れているとはいえ今回首位攻防だったわけで、えー、やっぱり底力のあるチーム攻撃の仕方であったのかもしれませんしまたあの対戦相手も変わりますしまたこの 10点以上取られた、1試合平均10点以上取られたカードではあったものの、これが来週も続くとは限らない、ここでちゃんと勝ちながら修正をした上で、来週からは来週の戦い方を、それぞれが自覚を持って、反省をして、いい準備をして、また通常運転に戻ると思うんですよね。